注意。この動画では童話、グスコーブドリの伝記について簡潔に解説します。解説の内容や一部に誤りがあるかもしれませんが、そのあたりはご容赦ください。ネタバレもありますのでご注意ください。こんにちは。本動画でメイン解説を担当します。B12 です。よろしくお願いします。グスコーブドリの伝記の解説を始める前に解説する順番について話しておきますね。作品の概要、あらすじ、主人公グスコーブドリの生涯、映画1994年版の概要とブドリの紹介、解説、映画2012年版の概要とブドリの紹介、解説といった順番で解説していきますのでご了承ください。ではまずはじめに作品の概要について簡潔に解説しますね。この作品は岩手県の詩人、童話作家の宮沢賢治さんによって書かれた童話で、銀河鉄道の夜、セロ引きの豪酒、どんぐりと山猫などと並ぶ賢治さんの代表作の一つで、彼の生前に発表された数少ない童話の一つでもあります。作品が発表されたのは1932年4月に刊行された雑誌、児童文学で、当時の最先端の様々な自然科学や工学の知識が盛り込まれており、作者自身の実体験も多く反映されており、主人公ブドリの生涯を描いた伝記物語でもあります。後にアニメ映画として制作され、映画は1994年版と2012年版と2つありますが、映画2作については後で解説します。次はこの作品のあらすじについて簡潔に話しますね。グスコーブドリはイーハ東部の森で両親と妹のネリの4人家族で幸せに暮らしてました。しかし一家は冷害に襲われ食料は乏しくなり、ブドリの父は、俺は森へ行って遊んでくるぞ、と言って家を出て行き、その後ブドリの母も夫を探しに家を出てそれっきり帰ってきませんでした。ブドリとネリは二人っきりになってしまい、それから20日くらい過ぎたある日、家に大きな背負い籠を背負った小鳥が現れ、私はこの地方の飢饉を助けに来たものだ。さあ何でも食べなさい。と言ってブドリとネリに餅を渡し二人は餅を食べます。その後小鳥はネリに、おい女の子、お前はここにいてももう食べるものがないんだ。おじさんと一緒に町へ行こう。毎日パンを食べさせてやるよ。と言ってネリを抱き上げ背負い籠に入れ、おうほいほい、おうほいほい。と奇妙な声を上げながらネリをさらいどこかへと走り去っていきます。ブドリは泥棒、泥棒と泣き叫びながら小鳥を追いかけますが、とうとう疲れて倒れてしまいます。その後ブドリは目を覚ましますが、目の前にはテグス工場の工場主がいました。ブドリは工場主に、起きて俺に手伝わないかと言われ彼の元で働きます。ブドリは当分の間テグス工場で働くが、火山が噴火し、荒廃によりテグスがすべてダメになり、工場主と工員たちはどこかへと走り去っていきます。ブドリは一人取り残され、その後山を降りて森を出ます。すると広大な水田が目の前に現れました。ブドリはそこで赤ひげという農業指導者に出会い、彼のもとで働きます。働きながら農学の勉強をし、そこで空房博士という人物の本を読み、彼に興味を示します。その後ブドリはいろいろと工夫し豊作にしますが、次の年は雨が降らず水田にはひびが入り不作がしばらく続きました。赤ひげはブドリを自分の元でこれ以上働かせるのは気の毒だということで、彼に一袋のお金と新しい服と靴を渡して良い運を見つけてくれと言い、赤ひげと奥さんは旅立つブドリを見送ります。ブドリは列車に乗りイーハ東部市にある大学に向かいます。ブドリはイーハ東部市にある大学を訪れ、そこで前日の空房博士に会い、博士から火山局の仕事を紹介されそこに勤めます。ブドリは火山局局長のペンネンナーム技師の下で局員として懸命に働き勉強し、その後イーハ東部に人工雨を降らせ豊作にします。ある日ブドリは小さな村を訪れますが、そこで百姓たちに囲まれ袋叩きにされ意識を失います。その後ブドリは病院のベッドの上で目覚め、1週間が過ぎたその日の午後に小鳥にさらわれて行方知れずだった妹のネリと再会します。それから数年ブドリは毎日充実した幸せな日々を送りますが、ある日ブドリのもとにかつてテグス工場で働いてた工員が訪れ、工員はブドリに両親の墓の場所を教えます。そしてイーハ東部は再びあの恐ろしい冷害に襲われます。
ブドリは例外を食い止めるためにある決意をします。果たしてブドリはイーハトーブを例外から救うことができるのか、そして彼のした決意とは何なのか、といった感じのあらすじとなっております。次はこの作品の主人公グスコーブドリの紹介と彼の生涯について簡潔に解説します。出身はイーハトーブという架空の地で、作品によっては人間の姿、または二足歩行の猫の姿だったりします。性格は真面目で心優しく、前述の百姓たちに袋叩きにされても笑って済ましてしまうほど懐が深い青年です。感情的にならず怒ったりすることもほとんどなく、変なプライドや偏見を持たず器が大きく寛容かつ温和で、他者のミスや間違いを責めるといったことは決してしない、ある意味成人に近い人格を持っております。ブドリはイーハトーブの森で名高い木こりのグスコーナドリの息子として生まれ、彼が3歳になった時に妹のネリが生まれます。4歳から5歳の間は森で遊んだりし、6歳から9歳まで学校に通ってました。そして10歳になると例外に襲われます。11歳になると両親は家を出て行き、ネリは小鳥にさらわれます。そして12歳になるとイーハトーブの森はテグス工場の主に買収され、さらにブドリの家はテグス工場にされ、ブドリはテグス工場で約1年くらい働きます。そして13歳になると火山が噴火してテグスが全滅し、工場主と工員は全員逃げるようにどこかへと走り去っていきました。その後ブドリは山を降りて森を出て広大な水田にたどり着き、そこで農業指導者の赤ひげに出会い彼の下で働きます。14歳になると仕事の合間に農学を勉強し、そこで空房博士の本を何度も読み彼に興味を示し、博士に会っていろいろと習いたいと思うようになります。そして夏になりブドリはいろいろと工夫して豊作にするという大きな手柄を立てました。しかし15歳になると雨が降らず不作になり、それから3年間不作が続きます。そして18歳になるとブドリは赤ひげから一袋のお金と新しい服と靴をもらい暇を言い渡されます。その後19歳になり列車に乗りイーハトーブ市を目指し、前述の空房博士に会いに行きます。そしてイーハトーブ市にある大学で空房博士に出会い、博士から火山局の仕事を紹介されそこに勤めます。そして20歳から21歳の間に局員として勉強し経験を積んでいき、22歳になりイーハトーブに人工雨を降らせ豊作にします。豊作にした後のある日の昼近く、ブドリは小さな村を訪れますが、そこで百姓たちに囲まれ、百姓の一人がブドリの人工雨の影響で織座が全部倒れたと怒ります。その後ブドリは百姓たちに袋叩きにされ意識を失い、気がつくと病院のベッドの上にいました。それから1週間後ブドリは新聞で織座が倒れた真相を知ります。あの出来事は肥料の入れようを間違って百姓たちに教えた農業技師が織座が倒れたのを全て火山局のせいにしてごまかしてたのです。そのことを知ったブドリは大笑いします。そしてその日の午後、小鳥にさらわれ行方知れずだった妹のネリがブドリの病室を訪れ2人は再会します。小鳥はネリをさらって3日後、面倒くさくなったのか彼女を小さな牧場の近くに置いてどこかへ去ってしまったようで、その後ネリは泣きながら歩いてるとそこの牧場主がかわいそうに思って彼女を家に入れてあげ、そこで赤ん坊の世話をしたりとだんだんと働けるようになり、そしてその牧場主の一番上の息子と結婚したのです。その後いろいろあってイーハトーブの森にあった家に行き、ネリは兄のブドリの行方を探してましたが見つからずがっかりして帰宅すると、前述の新聞でブドリが百姓たちに袋叩きにされ怪我を負い入院したことを知り、病院を訪ねてきたそうです。ブドリは退院したらその牧場を訪ねてお礼を言う約束をし、ネリは牧場へ帰りました。そして22歳から26歳の間、ブドリは赤ひげの家に行ったり、ネリには可愛らしい男の子が生まれ、冬には夫と共にブドリの家を訪ねて泊まっていったりするなど、毎日充実した日々を過ごします。そんなある日、ブドリのもとにかつてテグス工場で働いてた工員が訪れます。その工員はブドリに両親の墓の場所を教えます。工員の話によると、テグス工場の主が初めてイーハトーブの森を訪れた時に、ブドリの両親の亡骸を見つけ、ブドリには知らせず森の外れの大きな茅の木の下に埋めてそこにカバの枝を立てておいたそうです。その後ブドリはネリ一家を連れて両親の墓のある場所へ行き、そこに白い石灰岩の墓を建てて、以降はその近くを通るたびに寄っては墓参りをするようになります。そして27歳になるとイーハトーブは再びあの恐ろしい例外に襲われます。
ブドリはカルボナード島の火山を人為的に噴火させ、大気中の炭酸ガスを増やして、地球の温度を上昇させて冷害を食い止めるという方法を思いつきます。しかしブドリの思いついたその方法には一つだけ大きな問題がありました。それはカルボナード島の火山を噴火させるための機械の操作をする者が一人島に最後まで残らなければいけないというものでした。ブドリはその機械を操作する者として自ら島に残ると志願します。それから3日後、火山局の船がカルボナード島に向かい、火山を噴火させるための支度ができると船は島を離れ、ブドリは一人島に残り機械を操作して自らの命と引き換えに火山を噴火させ、イーハ島部を例外から救いました。というのが主人公グスコーブドリの生まれてからこの世を去るまでの生涯です。次は映画グスコーブドリの伝記2作品の概要とそれに登場する2人のブドリについて紹介解説しますが、まずは1994年版の映画について解説します。この映画は原作者の宮沢賢治さんの没後60周年を記念して制作された作品で、制作費の一部は賢治さんの地元の岩手県からの募金により賄われてます。ネリが兄ブドリのカルボナード島に一人残るのを反対する場面があるといった脚色がされてたり、原作ではペンネン技師の年齢は60代でしたが本作では若い姿に設定変更されてたりと、物語には若干のアレンジはありますが、おおむね原作通りに描かれてます。そしてこちらがその映画に登場するグスコーブドリこと中村龍太郎版ブドリです。これといった目立った特徴はなく、すごくシンプルな見た目をしており、顔は全体的に少し角張っており、目つきはやや垂れ目で鼻は三角で髪の色は茶色です。声優はアニメ名探偵コナンやゲゲゲの鬼太郎などで有名な高山みなみさんと、映画福本公平各走り機や土俵の鬼たちなどで有名な峰野勝成さんと二人おり、高山みなみさんは幼年期のブドリの声を担当し、峰野勝成さんは成人のブドリの声を担当しております。劇中では原作と大体同じ活躍行動をとっており、ブドリが赤ひげの元を去り列車に乗りイーハ島部市に到着したあたりで声変わりしました。終盤ではカルボナード島に一人残り、火山が噴火する直前まで顔の表情は穏やかでした。火山が噴火して溶岩が流れ、島とブドリは飲み込まれ、その後エンドロールが流れ、エンドロールが終わるとたくさんの人たちがいる中をペンネン技師とネリは歩いてましたが、ネリはそこで黒い帽子とコートを着た人物を見かけます。その人物は顔は見えず下を向きながら歩き、たくさんの人たちの中へと消えていき、映画は幕を閉じます。もしかしたらこの世を去ったと思われたブドリは実は生きてた、あるいはその人物は宮沢賢治さんご本人っぽくも見えましたね。ちなみに上記のブドリは劇中中盤の後半あたりで黒い帽子とコートを着て歩いてる場面があるのですが、それを踏まえるとやはり前述の人物はブドリ本人である可能性が高いかもしれません。ですがこれはあくまで解釈なので本気にしないでください。それでは中村龍太郎版ブドリの解説はここで終わりにして、次は2012年版の映画グスコーブドリの伝記の概要とそれに登場するブドリについて簡潔に紹介解説しますね。この映画は日本のアニメーション界を代表する映像作家の杉井義三郎監督をはじめ、1985年に公開されたアニメ映画銀河鉄道の夜を手掛けたスタッフが再び集まり、5年の歳月をかけて制作された作品です。漫画アタゴールは猫の森やジャリアなどで有名な漫画家増村宏さんの描いた漫画版のグスコーブドリの伝記をベースにしており、登場するキャラクターは人間ではなく言葉を話す二足歩行の猫となっております。映画自体は2012年に公開されましたが、実は原作が発表されてからちょうど80年になるそうです。こちらも物語は原作と同様に描かれてますが、原作にはない現代的な解釈が施されております。そしてこちらが主人公のグスコーブドリこと杉井義三郎版ブドリです。映画銀河鉄道の夜を見た人ならわかると思いますが、上記のブドリの容姿はジョバンニの外見を踏襲してます。ちなみに妹のネリの容姿はカムパネルラの外見をベースにしてます。せっかくなのでジョバンニの顔とブドリの顔をそれぞれ見比べてみますね。ジョバンニの肌の色は青で瞳は小さく物静かな感じがあるのに対し、ブドリの肌の色は青紫で瞳は大きくマイルドな感じがあり、両者はまるで鏡に映った対のような不思議な雰囲気がありますね。話が脱線しそうなのでブドリの解説に戻りますね。声優は映画天気の子やゴジラ VS コングなどで有名な小栗旬さんで、
劇中では赤ひげと出会うあたりでちょっと声変わりし、その後火山局に勤めて数年が経過したあたりで声変わりしたそうです。劇中での活躍行動は序盤は原作と大体同じでしたが、終盤後半あたりから原作とは違う展開が起きます。そしてこの映画の最大の特徴はブドリとネリが再会しないことです。これには別の意味で驚きましたね。ちなみになぜ二人を再会させなかったのかについてですが、杉井監督曰く、例外に乗じてネリをさらった小鳥が面倒になって牧場の近くにネリを置いていき、そこの牧場主の家に入れてもらい、というネリが生きてた理由には説得力がなかった。例外の中金になると思ってさらった子供をそんな簡単に小鳥が手放すわけがない。ケンジさんが目撃した東北の例外飢饉は本当に悲惨で、売られた女性たちが列車3両にいっぱいになって花巻の駅を出たという記録も残ってた。直接そういう描写はしなくとも、そういう現実をちゃんとこの映画で抑えていかないと、この映画で描こうとしてることがボケてしまうだろうといった理由から、ネリはさらわれたままにしたそうです。ちなみにさらわれたネリはどうなったのかというと、劇中のとある場面で父という衣装を着たネリの姿が写真で芝居小屋の入り口の上の額に飾られており、ブドリはそれを見つけます。なのでネリはその芝居小屋で踊り子として働いてるのかもしれません。話をブドリの劇中での活躍行動に戻しますね。そして終盤、イーハ島部は例外に襲われ、ブドリはカルボナード島の火山を噴火させて例外を食い止めることを提案し、自分にそれをやらせてほしいと天然技師に言います。ですが天然技師はあまりに現実的ではない、どんな危険が及ぶかもわからないし、とてもできることではないという理由からブドリの決意を押しとどめます。そして例外はその年もその次の年も続き、気象の専門家などが集まりいろいろ対策を練りますが、解決する手立ては見つかりませんでした。ある夜、ブドリは火山局の自分の部屋で、僕は今までたくさんの人に生かされてきた、その命をたくさんの人のために役立てられるのなら僕はどうなっても構わない、何でもすると天井を見上げながら思うのでした。するとそこへあの小鳥が現れます。小鳥からカルボナードへ行きたいのだろうと問われ、ブドリは僕はどうあってもカルボナードを噴火させなければならないんだ、そのためならこの体なんか大循環の塵になっても平気だと言います。小鳥は男の子では行こうと言ってブドリをマントに包み抱いて部屋を出ます。そして二人はカルボナード島の河口付近に着いたと同時に、火山が噴火したのか辺り一面が真っ白になり、イーハ島部は光に包まれ、ブドリは光となりイーハ島部を例外から救います。その後この映画の主題歌生まれくる子供たちのためにが流れ、映画は幕を閉じます。ちなみにですが、終盤のカルボナード火山が噴火した場面では当初は映画本編とは違う場面が描かれてたそうです。それは火山が噴火した後、火山局の警報器が一斉に鳴り響き、局員たちは局内をあちこち走り回り、天然技師はパジャマ姿で現れ、ブドリの姿がないことに疑問を感じながら呆然と立ってるという場面でした。ですがこの場面はある理由からカットされました。この映画が公開されたのは2012年ですが、その前の年の2011年にはあの311が起きました。噴火の振動とともに局内の警報音が鳴り響く場面は311で起きた出来事と結びついてしまうかもしれないと考え、杉井監督はこの場面をカットすることを決断したそうです。というわけでグスコーブドリの伝記について簡潔に解説しましたが、いかがだったでしょうか。それではこの辺で解説を終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。